2005年日本ダンビーエアグルーヴ。2005年ってなんか知ってるぞ。一番依頼される年代やもんな。ディープインパクトね。エアグルーヴ。あ、2500いけるんや。あ、3歳にしときますか。では、アコネコさんの依頼で2005年日本ダービーエアグルーヴやっていきます。競争能力89です。距離ね、ギリギリ持ちますね。で、アビリティがど根性、接戦、直一気、一瞬の切れ。これ難しいね。ゴール前で接戦とか出したいけど。で、相手は、ディープインパクト。ではやっていきたいと思います。さあ、まずはバチコリスタートを決めていく。18頭立ての差し馬ということで、11番手、12番手がエクセレントポジションとなっています。さあ、位置取りグッドですね。さあ、まずチェックしたいのはディープインパクトの位置取り。え？どこにおんの？え？消えた。新山や。あ、おったわ。このインコースにいるますね。赤の帽子の。これね、うち挟まってチャンスあります。こうなってくるとも早め抜け出しかな。自由自在出るの熱くて。さあ、逃げてんのは、なんやらあれ、コスモなんやろな。2番手は混合力士王っぽいけど。さあ、動いていきますか。ディープまだ上がってない。アドマヤジャパン3番手。ディープ内から上がっていこうとしてるけど、インティライミが邪魔をしている。さあ、ディープ上がっていくけど、ここ壁になるんじゃないの。壁なりました。これはね、完全ね、壁マスターっすね。壁マスター。なんか壁マスターってお笑い芸人いたよね。そしてエアグルーヴは四角戦闘持ってそう。持ってないね。うん、持ってないと思ってた。まあこれね、まだ能力差がね、10離れているんで、まあ、攻められたらゴール前で接戦出したいけど、おっと、これは。これは、これは。これも完全壁マスターっすね。これが最強牝馬って話。3着はシックスセンスっぽいよね。マコーレカルキンくんね。はい、これは見事優勝できました。まあ、ディープがね、挟まってくれたので、勝つことができました。武道を知ると世界は平和に。武道チョコミントが好き。